アイコールシャマールはカタールの基礎自治体。中心都市はアイコールシャマールでカタールを代表する都市の一つである。北の都市を意味するが人口は約8000人に過ぎない。2022FIFA ワールドカップの12の会場の一つであるアイコールシャマール競技場の建設が予定されている。カタール半島最北端のラースラーカーンは南以外をペルシア湾に囲まれている。 南にアルハウルと接している。三つの区に分かれる。アイコールシャマールは1972年7月17日の第19法案によって設置された。人口は約8000人で国内最小の基礎自治体である。国の最北端を占め、温暖な気候とバーレーニへの近さが歴史的に重要である。漁業と真珠産業が盛んである。西部に位置する。 ズバーラ町はかつてはカタール最大の集落だった。石油発見以前は人口のほとんどが首都ドーハに移住していた。アイコールシャマールには以下の4つの部局が設置されている。アイコールシャマール SC 競技場アイコールシャマール SC はカタールリーグで試合をするサッカーチームである。アイコールシャマール市のアイコールシャマール SC 競技場が本拠地である。 45,120人を収容する多目的のアイコールシャマール競技場が2022年のワールドカップに向けて建設中である。アシュガールが北部でアルアイス港を建設している。アイコールシャマールの公園カタール観光局が歴史的存落、考古学史跡、自然資源を観光地にしようとしている。アイコールシャマールは国内最多の降水量を有するため、 観光局は環境保全を優先している。ラスランやウンムタイス国立公園はエコツーリズムのための自然保護区として発展してきた。ウィキボヤージュにはモデノット・アッシュ・シュマルに関する旅行情報があります。ありがとうございます。